どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日は楽天プレミアムカードを発行いたしましたので、こちらの理由とね、紹介をしていきたいと思います。それでは行ってみましょう。この動画では年会費1万800円の楽天プレミアムカードを発行した理由を紹介していきたいと思います。楽天プレミアムカードの基本スペック、楽天プレミアムカードの特典、ANA マイルを貯めるという意味ではおすすめなのか、私が発行した理由、発行をお勧めする人はこんな人ということで行ってみたいと思います。私はですね、リクマイラー2年生、正確には3年目なんですけど、 1年目はね活動しておりませんでしたので、実質2年目という感じですね。今ですね、先月の、ポイントサイトからのポイント交換が完了して、ファミリーマイル、家族全員のマイルを合わせて18万マイルぐらい保有しております。昨年ね、動画にもしておりますけども、 SFC 修行した関係で保有マイルをね全て使い果たしましたので、今現在はこのぐらいとなっておりますけども、今現在の保有ポイントを全て ANA マイルにしたら、30万から40万マイルがね保有しているんじゃないかなということになっております。で、楽天プレミアムカードの基本スペックです。年会費が1万800円、国際ブランドは、まあ、ほとんどですね、日本にある、国際ブランドはほとんど、発行できるということですね。貯まるポイントは楽天ポイント、1楽天ポイント 0.5ANA マイルに交換することができます。で、トラベルデスクもあり、海外旅行保険もあり、プライオリティパス、年間何度でも利用可能ということになっております。で、楽天プレミアムカードの特典です。楽天市場で商品購入時にこの楽天プレミアムカードをね利用すると、最大で5倍のねポイントがもらえることとなっております。で、こちらはゴールドカードですので、各空港のねゴールド、クレジットカードラウンジは基本的に利用可能ということになっております。で、海外のトラベルデスクも、利用可能となっておりますので、まあ、ちょっと公式サイトの URL 載せておきますけども、結構いろんな都市にねこの海外のトラベルデスクっていうのは現地にありますんで、まあ、そういう意味ではね、持ってるだけでそのトラベルデスクは利用できますので、まあ、なんか緊急時とかにね利用、日本語でね、対応してもらえるっていうのはすごいね心強いですので、そういう意味ではいいですよね。で、赤字にしておりますプライオリティパスの発行です。こちらはねまた後で説明していきたいと思います。で、トラベルコース利用で年会、国際線出発時、帰国時に 手荷物無料宅配、年間2回まで利用可能となっております。で、 ANA マイルを貯めるという意味ではこのカードはおすすめなのかということなんですけども、まあ私はですね、まあ、これから説明するんですけども、基本的にこれをメインカードにするというわけではなく、ただ単に、この後説明する特典についてね、利用したくてこの楽天プレミアムカードを発行しましたので、基本的に ANA マイラーで、楽天をですねメインで使っている方はおすすめなんですけども、いやいや、ヤフーショッピング、アマゾンの方が利用するよっていう方はね、そこまでうまみのあるカードではないので、まあ、そこはね、人それぞれ変わってくると思いますんで、そこを加味して発行されることをお勧めします。で、私が発行した理由なんですけども、やはり、このプライオリティパスが何度でも利用可能ということですね。右上の画像のプライオリティパスですね。私の、動画チャンネルでも、プライオリティパスで入れるラウンジ、まあ、クアラルンプールになるんですけども、SFC 修行中のね、第2回だったかなに、入ってると思うんですけども、クアラルンプールで、プラザプレミアムラウンジというところに利用しました。そこはですね、クアラルンプールの、プライオリティパスラウンジなんですけども、食事、飲み物、ソフトドリンクは既に、利用可能。もちろん無料です。で、アルコールはビールだけ無料ということになってます。しかもこのビールがですね、生ビールなんですよね。ちょっと私も行って驚いたんですけども、缶ビールではなく生ビールが常に利用可能、無料で利用可能ということで、
基本的にラウンジでビールが飲めるっていうところがたくさんあるんですけども、生ビールが飲めるところってあんまりないですよね。そういう、国際線の、プライオリティパスラウンジがね、こちらで利用可能ということで、でこの楽天プレミアムカードの場合は、年間何回でも利用することができるんですね。私の、動画で、無料でね、ANA じゃない、アメックスゴールドでね、年間2回まで無料で維持することができるんですけども、年間2回ですので、3回目から、お金がかかってしまいますので、もし年間でね、何回も利用したいという方は、この楽天プレミアムカードがね、今現在、一番、安くね、年会費1万800円しますけども、3回か4回利用すれば元が取れますので、まあ、何回も年間にね、海外旅行行かれますよという方はとてもおすすめとなっております。で、もう一つですね、トラベルコース、楽天プレミアムカードはですね、コースが何個か選べてですね、その中のトラベルコースというのに、選択するとですね、国際線の出発時、国際線の帰国時、ともにスーツケースがね、年間2回まで自宅、空港までの宅配をしてくれます。こちらも年間2回まで無料ですので、これすごい特典だと思うんですよね。私も、国際線利用する際はですね、基本的にスーツケース持ってきますので、それが、自宅から空港までね、手ぶらで行けるっていうのはすごいいいですよね。結構スーツケース引いて電車乗るとか、バス乗るって結構大変じゃないですか。そういう時にこれが年間2回までね、無料にできるということで、私がこの発行した理由は特にこの2つですね。で、楽天プレミアムカードおすすめの方ということで、まあこちら年会費が初年度から1万800円かかりますので、プライオリティパスをね、年間利用する回数が3回以上ある方というのも、プライオリティパスラウンジが基本的に3000円から4000円ぐらい1回するところなんですよね。まあ3回でも利用してれば9000円から1万円超えるかなぐらいの価格になります。あとは年会費、年会費じゃない、国際線利用時のね、手荷物宅配を、2回まで利用すればね、あれも結構現金だとまあまあお金かかりますので、しかも帰りとかね、疲れてる中スーツケース引かないで帰れるんですとか、まあお子様がいる方はベビーカーが遅れるとか、やはりそういう特典がね、利用できるのはとてもいいですよね。まあ、私のおすすめ、楽天プレミアムカードをおすすめする方というのは基本的にこちらが、メインになるんじゃないかなと思います。いかがだったでしょうか。今回は楽天プレミアムカードをね、私が発行させていただきまして、プライオリティパスをね、取得したいというのと、この国際線利用時にね、宅配便2回までがね、利用できるということで今回発行させていただきました。今現在ね、楽天プレミアムカードをお持ちでない方で、まあ、プライオリティパスのね、ラウンジを、利用できる国際線の空港に行かれる予定がある方はね、まあちょっと1回じゃちょっともったいないかと思うんですけども、まあ2、3回ね、利用される方だったら、おすすめとなっております。で、最後に注意事項なんですけども、このプライオリティパスのあるラウンジっていうのが、羽田空港にはありませんので、そこだけ気をつけてください。関東だと成田空港にしかありませんので、結構ね、これを楽しみに発行して、羽田空港に行って、利用できるラウンジありませんっていうのは、後から知ったっていう方結構いるみたいなので、羽田空港国際線では、このプライオリティパスで利用できるラウンジがありません。まあ、成田空港だったらあるんですけども、羽田空港はありませんのでね、そこだけ注意していただけたらなと思います。それではね、今回の動画はこんな感じで終わりたいと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。